こんにちは、カーピです。カープ純正でリーグやってます。これまでの成績はこんな感じです。はい、 OB 第1弾が登場しました。みんな大好き OB セレクション、毎年1弾は豪華になる印象ありますけれど、今年もぶっ込んできましたね。カープからは衣笠さんが登場。これずっと待ってました。めちゃくちゃありがたいです。これでハオリーゴーダーとコストリーゴーダー両方強化できますね。ただ過去の衣笠さん、能力の査定がちょっと不遇な印象だったんで、情報修正期待していたんですけどね。5年前のままでした。カステラケチですね。はい、まずハオリーゴーダーへの影響から。これが当チャンネルのオーダー、カープ純正なんですけど、入れ替えるとしたらここですね。はい、ドーバー選手アウトで衣笠選手いいんですね。昔の衣笠さんで試してみましょう。衣笠選手をサードに置いて、そして坂倉選手をキャッチャーに置いて、石原選手はベンチ、こんな感じになると思います。そして打線組んでみたのがこちらなんですけど、5年ぶりの衣笠さんいいっすね。続いてコストリーゴーダー、これは作成中なんでオーダー構想のエクセルのけとくんですけど、コスト27、衣笠さんやっとオーダー入りますね。12月までにスピ解放頑張ります。ってことで今回ガチャ回していくんですけど、その前に他球団の選手にも触れておきましょう。オリックスから長池さん、完全新規ですね。弾道パワヒでしたね。アーティストあるかなと思っていたんですけど、サファテ選手、これも待ってました。これのスピ解放に使いましょう。コストリーグ強化になります。西武からはギャレット選手、これはリアタイ向けでしょうかね。広島のギャレットさんも待ってますよ。楽天リック選手、パワー5アップ、衣笠さんも査定上げてくれ。村田選手、この写真村田さん変わりまくるな。日ハム只野さんが来ました。カチカチピッチングフォーム最高ですね。オンドルーセック選手、これリアタイいけるんですかね。有識者の方教えて。 DeNA 中根選手、これでマシンガン打線全員組めるんじゃないですか。阪神からバース選手、3年連続市立最強バッターがもう来てしまった。巨人から長嶋さん、これ衣笠さんの上位互換やないですか。中日宇野さん、貴重なショートのアーティスト、ショートにおいて大丈夫なのかは分かりません。それじゃあガチャいきましょう。10連目。はい、狙いはもう言うまでもなく衣笠さんです。ただランキングが 100% 走るんで、外れるんだったらサファテさんがいいですね。まあでも育成しながら走れたらいいんで、衣笠さんが引けるのが一番いいんですが。はい、 S はなそうな雰囲気。 A も頼むぞ。衣笠さんかサファテさんの A。 あれ、マジか。20連目はい、今回はおお S 来たんじゃないですか。これやった、自チーム S 頼むぞ。はい、今回衣笠さん1体1から育成して、さらにスピ解放後の A も取らないといけません。かなりガチャ回すことになりそうですね。さあ目力が足りないとなったら、ここはサファテさんいってほしいな。 50% からの12分の2きた。通常 50% にやられていく。いやー外すか、せめて OB だったらな。最後 OB。 30連目。はい、 S ランク確定枠来ましたよ。さあ今日のリポーターさんのご機嫌はいかがでしょうか。衣笠さんはいただけるんでしょうか。何気に今覇王1位いますからね。ここで取れたらワンチャンオーダー強化できるかもしれない。こういう時に地引きしてほしいもんだな。あー目力ない。カメラてめえみてえな下々のもんはランキングでも走っとけってか。ひどいよ立方体。うわーいやーこれは嬉しい。ありがとう立方体、愛してるよ。さあ最後、この衣笠さんが S ランクになって、またオリックス。このアカウントマジでオリックス出すぎだから。いやでも今回絶対ランキングしんどいからな、もう一枚欲しいな。ということで40連目いっておりますけれども、もう一回数引きたいな。はい、全然 S ランクの気配がありませんけど。さあ目力、あ全然だな。やる気ないタイプのカステラやなこれは。
まあ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 、 A ランクで君がさんか沢田さんをギャレット。違うだろカセラ、そうじゃねえだろ、そうじゃねえだろ、衣笠さんか沢さんをお願い。50連目、いやあと1枚 S 引きたいな、あと1枚 S ランクを引きたい。結局なんだかんだ最後の方ランキングしんどくなって追加ガチャ回しちゃうんだから、それだったら最初から回しとけって話ですよね。おっしゃ S ランク来たー。でも自チームじゃないのかこれは。いやいやいや全然ありがたい、前向きに考えよう。 OB 引けてくれ OB。 さすがにおかしいやろカステラ。どういうことやこれ、説明しろ。